はい、所在地は東京とか町田市のみで、資本金は1億円、年商は2022年3月期の時点で 2.9 億円であります。事業内容としては都市の集荷、選別、加工および販売を主に行っております。人数は役員が6名、正社員、保険社員、パート社員で11名の都合17名が在籍しております。設備としては昭和製腰プレス機が1台、百人建製紐取り機が1台、フルスケール体感が1台、コンベアリフトは2台を備えております。また車両関係はトラックが10台あり、都市回収に活用しており、校内作業用重機車両は3台があります。はい、当社は紙資源のリサイクル事業を通じて地域社会へ貢献することを目的に1996年10月に設立されました。現在の株主構成は 60% 出資する国際紙パラク商事株式会社と 40% 出資する株式会社3愛の2名となっております。はい、地元や近隣の相模原出身者がほとんどで、ローカル色の強い職場ですが、社員は皆礼儀正しく明るい人が多く、笑いの絶えない活発な職場の雰囲気です。コロナウイルス発生前は食事会を定期的に行っていました。はい、事業内容としまして、販路は原則 KPP を商売先そして関東圏の製紙会社へ販売し、一部の都市は同様に KPP を通じて東南アジアへ輸出しています。仕入れ業務では、1つ目は産廃業者や都市専門業者が持ち込むもの、2つ目は当社が自ら回収するもの、3つ目は KPP で事業展開している都市回収ボックス、エコモのものとに分けられます。スーパーマーケット専門店、コンビニや飲食、雑貨店、物流倉庫会社や町田市役所関連等の都市が当社に集まってきます。それらを選別仕分けし、近畿品を取り除いたものを都市プレス機で圧縮梱包の後に出荷しています。はい、都市ビジネスの歴史は古く、平安時代まで遡ります。日本人の基礎であるもったいない精神が根底にあり、今日まで永遠にわたり都市リサイクルビジネスが廃れることなく継続しています。昨今、世界中の国々、あらゆる分野の企業で注目している SDGs は、実は我が国が遠い昔から行っている、まさにリサイクルリユースであり、地球の自然環境に配慮した都市ビジネスに通じるものです。当社は1年365日稼働しており、地域社会に根ざしたエッセンシャルなビジネスで、人々の日々の生活に入り込んだ事業です。合わせて都市リサイクルにより、自然環境の保全にも通じており、一種の社会貢献の側面もあります。このあたりに仕事へのやりがいや誇りが見出されると考えております。2024年の KPP 創業100周年に向けて、今期より参加の計画がスタートしました。グループ会社として予算引き立つはもちろんですが、今まで以上に国内外グループの総力を上げることが重要と捉えております。従い、当社も積極的に情報発信をグループ内で行い、新たなビジネスチャンスを発掘、具現化していく方針です。小生個人的には、家庭内で保管されている通販で使用された段ボール古紙を IT 技術の活用で、逆 Uber Eats みたいな古紙回収システムを構築したいと思っています。はい、古紙ビジネス、リサイクルビジネスはとにもかくにも面白く、
日々の仕事がきっと楽しくなります。現場での仕事に興味のある方、ぜひ当社のドアをノックしてください。一緒に汗を吹きます。